ナンバー・アイ・ヒラ耀仕様、金プリ分裂を公開未来の芸能界進出にタロットが予測。芸能界に新たな波風が吹き荒れています。元、キングプリンスのメンバーである平野仕様が、新たなグループ、ナンバー・アイを結成し、独自の道を歩み始めました。 今回、我々は彼の未来にフォーカスし、有名な占い師フォーチュンテラーオズマ SOS のタロット占いを元に彼の運命を垣間見てみましょう。ヒラの仕様の現状占いの結果によれば、ヒラの仕様の心には、戦車の逆位置が出現しました。このカードは、失敗やコントロール不能を象徴し、 彼が現在のグループ分裂に後ろめたさを感じている可能性を示唆しています。しかし、同時に彼の性格が仕方がないと受け入れつつも前進し続ける一方、反省もしていることが見受けられます。仕事に関する未来平野の仕事に関しては、ワンドのキングが位置で登場しました。 このカードは野心やリーダーシップを象徴し彼の善と洋々な未来を予感させます。ちょっとつ合しながらも着実にキャリアを積み重ね新たな仕事を次々と手に入れていくことが期待されます。これにより海外進出が成功する可能性も高まるでしょう。平野仕用の総合運総合的な運勢を示す月の逆位置が 平野の未来に光を当てます。このカードは、心配無用や安心を意味し、彼の未来は安泰であることを示唆しています。外野が心配する必要はなく、ファンや支持者は平野の活躍を見守るだけでいいかもしれません。また、占い師のオズマ SOS は、直感を大切にすることをアドバイスしていますが、すでに彼がその力を持っていることも伺えます。 平野ノシが新たなステージで活躍する中、占い結果は楽観的な未来を予測しています。グループの分裂には一末の後ろめたさがあるものの、その先には成功への階段が広がっていると言えそうです。彼のちょっとつ盲信な性格が新たな挑戦を成功に導くでしょう。芸能界において平野ノシがどれほどの存在感を示すか、 今後の展開がますます注目されます。インタビュー、フォーチューンテラーズマイス OS に聞く最後に、占い師をズマレス OS に平野仕様の未来についてインタビューを行いました。彼女の見解や占いに込められたメッセージを通して、平野の未来に迫ります。占いの裏に隠された深い意味や、平野が成功するために大切にすべきことについて知ることができるでしょう。 ナンバーアイ、ヒラの仕様の未来を占うタロットカード。占い結果は彼の独自の人生道を支え、成功への一歩を示唆しています。未来の舞台は果たしてどこに広がっていくのか、我々は注視し続けることでしょう。彼のファンや支持者にとっては、今後の彼の活躍がますます楽しみで仕方ないことでしょう。